こんにちは、たつくりです。今回は折り紙で虹と雲を作っていきます。これは5つのパーツをつなぎ合わせて作ります。雲は1枚で簡単に作れます。3つつなげて小さい虹にしてもいいです。とても可愛いのでぜひ作ってみてください。他にもたくさんの作品を紹介しているので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速作っていきます。まず裏返してこの向きにします。左右の角を合わせて折り筋をつけます。左下の端を折り筋に合わせて折ります。上の角を下の角に合わせて折ります。左下の端を折り筋に合わせて折ります。左右の角を合わせて折り筋をつけます。下の角を1枚だけ左の境目に合わせて折ります。今折った端で折ります。右下の端を縁に合わせて折り筋をつけます。下を縁で折って後ろへ挟みます。折れたら上を後ろへ折って挟みます。右の上の端を折り筋に合わせて折ります。裏返します。下から出た部分の右端を縁に合わせて折ります。1.5 センチに切った紙を糊をつけて貼っていきます。15センチの折り紙で作ったら 1.5 センチの幅ですが、もし違うサイズの折り紙で作った場合は折り紙のサイズの10分の1の幅で切ります。なので 7.5 センチの折り紙を使った場合は
7.5 ミリの幅で切ります。まず緑をこの位置に貼ります。下を端に合わせて、左を折り筋に合わせて貼ります。その上に黄色を貼ります。右から出た部分を折って中に入れます。これで一つ完成です。同じものを全部で5つ作ります。一つをこの左の形にします。裏返します。右を開きます。下の右の角を左の角に合わせて折ります。左から出た部分を折って中に入れます。これで左のパーツの完成です。次は一つをこの右の形にします。裏返します。左端を縁に合わせて折り筋をつけます。できたら途中まで戻します。ここまで戻します。左の先ほどつけた折り筋で折ります。そしたらこのまま元の形に戻します。これで右のパーツの完成です。これで虹のパーツは全部できたので、左からこの順番で差し込んでいきます。この向きで右のパーツを左のパーツの隙間に差し込みます。こんな感じでどんどん差し込んでいきます。これで虹の完成です。次は雲を作っていきます。色がついている面にして、下の端を上の端に合わせて折ります。大体の目安で、左を少し開けて直角に折るんですが、目印をつけたい場合は、まず上の左右の角を合わせて印をつけます。
印から左の3分の1くらい折ります。折った時にこの幅が同じ幅になるように折ります。折れたら戻します。下の端を折り筋に合わせて折ります。裏返します。右の上の角をくぼみから折ります。今折った左の角を少し折ります。だいたいこんな感じです。右の角を少し折ります。上と左の角を少し折ります。だいたいこれくらいです。裏返します。ここが開いてくるのでのり付けしてもいいです。これで虹と雲の完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。